それではさ語りましょうか生線未来も階段上に立つたまの鍵非現実に混ざる甘い果実ハイハイ再三円で聞かせたって四白まともできちゃいないな所詮はわず話妄想の権限実況天空と朝日の晩のご所有は重なった誰から見るぜまず泣き7つの手が全て未完成だから書いてるんだあまねく言葉や言わずにかざして笑うその仮面をかぶって誰かのために傷ついた罪と罰のその狭間誰もいないあの場所にはきっといるんださあ語りましょうかのメッセージ隠し直せて司る運命の先